2024年パ・リーグ順位予想、1役1強3中1弱。パはリガローテ2枚抜けてるからおもろなりそうやな。パ・リーグはガチでわからん。パ・リーグは2位と3位が20ゲームぐらい開きそう。1位ソフトバンク。ソフトバンクはバワーとれや意味わからんところで日和るな。バワーは来日時にソフトバンクと DeNA からオファーあって環境面で DE を選んだから無理やろ。 SB の打線めちゃくちゃ強いと思う。近藤、柳田、山川、ウォーカー、栗原の並びはバッテリーはたまらんやろね。ソフトバンクこれで優勝戦勝ったら国語すごいよな。柳田がダメなんだら終わりやで。ソフトバンクは先発の上積みがないのかな。補強して優勝確実みたいに語られた年で普通に他を寄せつけずに優勝したケースってあまりないよな。ソフトバンクは先発陣が揃ってない問題があるな。いいオリックス。オリはそろそろ落ちる時期やろ。中島がなんとかやりくりするから山本と山崎幸也抜けてもなんとかなるやろ。オリの先発陣はリニング稼げる投手少ないし、 B クラスは割とありえると思う。山本が抜けたのは相当大きい。絶対的エースの存在は先発陣救援陣全体を楽にしてくれるからな。ファンが思ってる以上に穴は大きそう。宮城が成長するやろ。俊平太がどのくらい伸びるかだな。オリックス強いって予想を見ると山下東が1年通して今年と同じくらい投げられる計算されてるよな。オリックスは吉田恒成がローテ入りで1年持つかに期待しとるんやけどな。山本山崎で王獣稼いでるから 100% この穴は埋まらない。3位ロッテ。今年はロッテやろ佐々木大活躍でメジャーへってシナリオできてる。他はロッテが強そうだな。オリックスが落ちて消去法でロッテ優勝やろ。スカロッテはローキトベイと新球場着工を前に優勝しとかないときつい。新球場を作るときって大体予算措置に取られて補強できないからな。ロッテは例年通り有能外人が抜けるから。4位日本ハム。ハムは今年どう考えても最下位にはならんやろ。上沢が山崎幸也になっただけやぞ。新庄はそこまで補強してもらっても最下位ありそう。補強も山崎幸也だけじゃ上沢流出のが痛いのよ。さすがに3年連続最下位はないやろ。ハムは戦力補強に積極的だったから上下の差が縮まれば面白いシーズンになりそうや。5位セーブ。マウセーブは D クラスやろな。竹内と甲斐の加わったから投手ガッチガチで楽天よりは上に行くだろ。セーブは投手王国だから上に行くかもな。セーブの野手が厳しいのは確定。セーブの外人活躍戦かな。セーブは外国人若手野手が活躍するかどうかがキー。山川抜けたと言っても去年山川ほとんどいなかったし、投手も平以外は指標やばいからな。6位楽天。楽高志災害は硬そう。三木谷もお怒りで金かけてくれないからな。まともに補強戦勝ったの厳しいやろ。楽天は松井いなくなったのが痛い。則本と藤平のローテ2人を後ろに回して浅村をファーストではなくサードにするのは戦力ダウンやろ。もしも楽天が優勝なんてしたら今への年俸どのくらい上がるか楽しみなんや。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。